人には晴らせぬ恨みがある。だが探してみればそんな恨みを代わりに晴らしてくれる者たちがいい。人呼んで始末屋、人殺しを請け負う裏の家業である。ここに登場する名は藤岡鉄舟。郷田の城下町にあるあばら屋に居を構え、表の顔は針師を生業としている男である。鉄舟の始末屋としての裏の顔がむくりともたげるのは夜も更けた頃。しかし今宵の仕事はいつもと違って下準備に2ヶ月を要した大仕事。いよいよ勝負の夜というわけである。狙いは越後屋徳兵衛と郷田の国家老那須の2名。徳兵衛は借金の方に町娘をさらい出し、那須は娘たちを他国に売り払うという大層な悪っぷり。仕事量は日を追うごとに跳ね上がるばかりである。
越後屋さんだね。 あの世で親父殿と仲良くしてさ。なぜ？ 屋敷の奥にいるみたいですね。心得た。元締めには半時もすれば片付くと言っといてくれ。 Oh!
殿にあだなす悪党ども天に代わって成敗いたす。くせ者は、こいつを野郎一体誰だ。ゴーダの忍びですよ、鉄舟さん。元締め見てたのかい。この男、生駒屋善之助という。鉄舟に闇の商売を斡旋する元締めである。ご覧の通りですよ。仕事料はもらえねえ。鉄舟さん、あの忍びはダメだ。どうにかしてやろうなんてことは考えなさんないよ。